どうも、ふうへいです。ということで今回は、アスレチックをしながらお金を稼げる世界にやってきました。ということで、今回こちらの携帯でお金が稼げるらしい。はい。進化してない？え、なんかすごい携帯が変わってる？え、設定とか追加された？はい。低電力モード。すげえ！なんかいろんなの追加されてんだけど、まあ、例えば、あ、壁紙変えられる？はい、風波やってあるね。で、これを押すと、あ、これ昔の俺のアイコンだったり、今の俺のアイコン。じゃあ今の俺のアイコンに設定して、あ！変わってる！そして今回、このアプリストアの中から、このアスレチックをしながらお金をもらえる世界。こちらを使っていくんだけど、はい、これで入手したんで、ホーム画面にアプリが出てくるんだよね。で、これを押すと、はい、起動できるんだけど、今回はこれから100種類のアスレチックに挑みます。で、アスレチックをしながらなんと、このアプリを使って写真を撮れるんだよね。で、まあ、例えばこの葉っぱの写真を撮ったら、なんと、そのブロックをゲットできます。で、今多くの葉の写真を撮ったんで、多くの葉をゲットしたんだよね。で、今回、その決まったブロックを売ることができるんだよね。一番高いのはこのエンチャント代で4000円とか。あと、ダイヤブロックもやっぱ高いね。だからアスレチックをしながら、このブロックを見つけて、まあ、写真を撮って、で、貯めたお金で、この最強のアイテムだったり、最強のモブを買ったりできるんだよね。ほら、こんな感じで。この購入画面もね、実は変わってるんだよね。いや、携帯で新しくなってマジで使いやすいわ。で、今回の目標としては、アスレチックをクリアして、エンダードラゴンを倒すことをね、目標にやっていきたいと思います。で、あと今回、特殊効果を買うっていうところがあるんだけど、まあ、跳躍力上昇だったり、まあ、移動速度上昇とか、まあ、あと浮遊5秒間を変えたりもするんだよね。まあ、これはアスレチックを補助するっていう能力なんだけど、今回この100種類のアスレチックを1時間以内にクリアすることで、好きなアイテムを1つだけゲットすることができます。まあ、なんで今回は60分以内にこの100種類のアスレチックをクリアするために、まあ、お金を稼いだりして、アスレチックしやすい効果を買うとか、まあ、できるんだけど、まあ、今回ルールとして、まあ、何枚もカメラで写真を撮れるわけではなくて、右側にレベルって書いてあるじゃん。まあ、これが今何個目のステージかっていうのを表すんだけど、はい、ここ3個目のステージだね。で、5ステージ刻みに1個の写真しか撮れないっていうルールをね、決められてるんだよね。あ、待って、小麦ブロックってあった気がする。ちょっとはい。あ、300円だね。まあ、ただ、この先にもっと高いブロックがあるなって予想するのであれば、ここで写真は撮らない。まあ、1から5ステージで1枚って感じなんで、え、待って、マグマブロック。ちょっとマグマブロックあった気がするな。なんで、あ、あるわ、1500円だから、これもうカメラで撮っちゃおう。はい。はい、チーズ。あー、ゲットしたね、マグマブロック。まあ、ちょっと売るのも時間かかるんで、まあ、しばらくはいろんなブロックを撮って、あとで一気に売ろうかな。まあ、なんで、まあ、5ステージ刻みに1枚撮れるってことは、まあ、全部でま、20枚ぐらいの写真を撮れるんだよね。まあ、あと、今、もう撮ったんで、ここ5ステージ目だけど、ここではもう写真は撮れないね。次撮れるのは6ステージ目からっていう感じで、まあ、だから逆に写真を撮った方が後のアスレチック集中できるんじゃないか。待って、6ステージ目。これさ、エンドブロック2000円いや、これね、ここで写真撮らないと、後のステージで何も出てこなかった時に嫌なんで、これもう写真撮っちゃいます。はい、2枚目。はい、エンドストーンゲットしたね。いや、このアスレチックおもろいかもな。まあ、でも、こうやってのんびり写真撮ったりしてると、まあ、気づいたら時間めちゃくちゃ過ぎちゃうんで、あと、まあ、もちろんアスレチックスキルも大事だね。はい。あ、長い !6 ステージ目だ、まだ。で、こっちかな？ちょ、道間違えないようにしないとね。あ、スライムブロックも確か写真撮れた気がするけど、まあもう俺写真撮っちゃったんで、こっからまあ10ステージまでは写真を撮れないと。自撮りしたいな。このカメラインカメ機能ないから、アスレチックしてる俺の姿を映してほしい。なんか多分、結構いい値段で売れるんじゃない？あー、そんなことしてるから落ちた。あ、で、こう落ちると、あ、こっから登れるね。で、なんか、あ、もうちょっとさ、売れるブロックとか見ればよかったけど、ちょっと見てみよう。まあ、ここ一覧ね。まあ、でも大体鉱石系とかが多い気がする。で、あ、スライムブロック踏んで、あ、ここもう10ステージだから、
ここ次のステージ行くことでまた写真が撮れるようになるな。ただ一番高いのがエンチャント台だから、エンチャント台なんてあるかな。てかアスレチックに使わなくないか。はい、まあでもなんかアスレチックってなんか意外と久々にやってもなんとなくできるもんだな。はい、いや待って、そう言うとミスりそうで怖いわ。サボテンとかあったっけ。いやサボテンはまだないな。 まだ11ステージ目だし、取れるブロックがないってなるのが一番もったいないけどね、温存しすぎて。まあさすがにそうはならないようにしようか。で、まあ、ダイヤ装備とかはまあ2000円とか2500円だから、いやそう考えるとこのエンドストーンはめちゃくちゃ高いね。待って、これはあここね。まあでもやっぱサバイバルもいいけど、やっぱアスレチックもいいな。でここにねスライムがあるっていうのはね、あここで使うのか。スライムブロックってね、なんかいろんな場所で使えるから、ちょっとなんか迷うんだよな。え、こういうところでも使えんのっていうところがある。例えば多分、これまた使うと思うんだよね、あそこのスライムブロック。いや、どうだろう。え？待って待って待って。使えるよな！あ、やっぱそうだ！ほら、こんな感じで、そう、スライムブロックって汎用性が高すぎる。からこそ、待って、14ステージ目だけど、スライムブロック100円もうね最終手段なんだよね、スライムブロックは。まあ、結構多いしね。まあ、多分このブロックの売り値として、まあアスレチックにありやすいブロックは安いんじゃないかなっていう、まあ俺の予想だけどね。まあ、で今体感まだ全然時間経ってないけど、まあこの調子で、お待って待って待って、鉄ブロックあったよな確か。はい、あ500円だ。まあでももう15ステージ目だし取っちゃおうか。はい、パシャ。いやでもいいね、ちゃんとブロック集められてる。これなんだっけ。あこういうレッドストーンを使ったやつね。ちょっと頭使うんだよな、アスレチックも。でこれドアも開くから、はい開け、よし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 。で16ステージ目突入と、あでもねだんだんね一つ一つのアスレチックが長くなってきた気がする。うわー、こういうねちょっとあの言ったら平和なアスレチック、こういうなんかすごい草原みたいなところはあんまり俺がお目当てとするブロックがないのかもしれないけどね。まずいまずいまずい、ちょっとね迷って立ち止まってる時間はねもったいないね。で、どっから行けばいいんだ？やばーい！どっから行けるかっていうのを見抜く能力もアスレチックには必要。あ、ここか。あのね、あれは罠だったわ。一回下がってから上がってくるパターンだったな。あれ？俺写真撮ってないね。撮ってないよね。待って、今日めちゃくちゃ金持ちになれるんじゃない？なんかその気になれば俺今日モーデンも倒せそうな気がするけど。ま、それは、まあ、俺がねいくら稼げたかによるよね。でもアスレチックやった後にウォーデンと戦うって結構斬新だからやってみたいけどな。あ、エンドストーン、待て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 、ちょっと一回確認しよう。あ、ダイヤ2500円、エンドストーン2000円ってことは俺の判断は間違ってなかったな。ダイヤブロックを取っておいてよかった。あ、でも意外とエンドのステージあるな。これはここ水に落ちてコーラスフルーツに登ってく。あ、こっちか。まあでもこれ2500円だけど、2500円といえばまあダイヤ券1本買えるぐらいだからね。まあ、あとアイテム以外にもこっちにねお金で最強のモブが仲間になるアプリとかもあるんで、ほらウォーデンとか1万円でしょ。いやここら辺買えたら本当に最強だからね。でこれはこの下か。アスレチックなんかね下に行くの慣れないな、うん、ずっと高みを目指してたからかもしんないねそれは。で、あ、氷アスレ、やだ、危ない、燃えてるぞ。あ、21ステージ目、待て、これ TNT 確かあったぞ。なんではい、写真撮ります。これ TNT ゲットして、ほらあるね。ちょっとこれ一回売っちゃおう全部で。はい、お、え、すごっ、6500円だね。すげえ、21ステージアスレチックするだけでこんなにお金もらっていいんですか。え、これ待って、こっち乗った方がいい。あ、乗った方がいいな。はい、これ導火線みたいになってんのか。そう、なんかねアスレチックってなんか題材にした時もあるから、こうやって景色見んのもすげえおもろいんだよね。なんで、あー、ダイヤブロック。あー、俺もうでも TNT 取っちゃったから仕方ない。いや、まあでもこういうこともあるんだよな。いや、逆に、
そう、今のところでダイヤブロックなくて、もう他に何もブロックがないなんて可能性もあるからね。いや、これはもうね、もうチキンレースよ。あれ、このボタンを押すのか。はい。で、時間内に、あそこね。あ、ちなみにこのアスレチックのタイムなんだけど、タイムはね、クリアした時に出てくるんだよね。まあ、だから、今俺が果たして何分かかってるのかとかわかんないんだよな。あ、待って、金ブロックもあったよな。800円だから、まあ、それだったら TNT ブロックの方が高いじゃん。そう、だから、決して悪いことはしてない。しかも TNT なんてなかなかアスレチックに使われないしな。そこの金ブロックの入り方、こっからだね。いや、でもね、なんか、まあ、自分でアスレチック作って、なんかそこで、なんかいろんな企画もやってみたいけどね。また作るか、風波やアスレ。そうしたらもういろんなことし放題だからね。俺が作ったアスレチックだからもうぶっ壊し放題だし、モブ召喚し放題。そういうのもおもろいな。まあ、なんかアスレチックやってるとね、なんかいつものサバイバルってよりかは雑談みたいなものができるよね。だって今俺企画考えてたもん。あつーああ、のんびりしてたから。あ、待て待て。もう27ステージ目だから、これマグマブロック取るっていう選択肢もあるけど、いや、マグマブロックより高いブロックがこの先にあると俺は信じているよ。まあ、今、28ステージ目だけど、あ、蜂蜜ブロック？ちょっと待て。あったよな。めっちゃ吸いつくんだけど、蜂蜜ブロック。1000円。あ、マグマブロックの方が高い。いや、だったらまだあるはず。で、この蜂蜜ブロックはどうやら頭にくっつくらしいね。まあ、こういったね、ちょっと特殊なアスレチックもおもろいね。丁寧に行こう。やっぱね、アスレチックは落ちた方が時間ロスするからね。いや、でも本当に上手い人はさ、ありえないショートカットとかもしだすから、それマジですごいよな。多分この100種類のアスレチックにも、そのとんでもないショートカットっていうのは存在すると思うんだけど、果たして見つけられるか。ああいや、まだ29ステージ目だ。大丈夫だ。危ねえ。もう写真撮れないのかと思った。いや、俺が、ちょっと、温存しすぎるがあまりね。え、でも待って、これ30ステージ目にそんないいブロックある？なかったー。いや、これ、こうなると、こうやってスライムブロックを取る羽目になるんだよね。いや、まあでも仕方ないね。それは、俺がより頑張ろうとして起きちゃったことだから。何事もね、挑戦よ。で、え、これは、ん？え、これ待って、落ちた時の代償がでかすぎる。わざわざこうやってツタに登って、あ、でも、あ、こっからもう行けるのか。はい。あ、でも、こういうね、高さがあるところ落ちると、だいぶ時間ロスするんだよな。はい。あ、なんか、いい景色。絶対あの建物、すべてのブロックが集約してるからね。うわははなんか、ロマンだ。ロマンのあるところ来たな。ただ、まあ、鉱石じゃダメなんだよね。売れるのはブロックだから、そう、違う、これじゃない。あ、で、ここはこのスライムかな。で、32ステージ目来たが、あ、矢印になってる。はい。で、こっち行って、あ、え、ん？ん？え？え？なんか帰ってきた。え？どういうこと？なんか俺違うことしてたな、今。こうやってね、正しいルートを導き出せないと、あ、テンパってる、テンパってる。このスライムブロックとかは、さっき言った通り、汎用性が高すぎて、なんか普段行けないような場所も行けちゃうんだよね。あ、俺こっち行っちゃったのか。こっちです、こっち。で、待って、33ステージ目。いや、俺、なんか欲張ってそう。逆に何もブロックがないステージとかもあってもおかしくないからね、マジで。いや、だけど、あれ？何もなさすぎないか。で、トロッコとかありそうなんだけど、いや、このなんか上とかにない？まあ、でも、このステージ、ダイヤモンドブロックに浮遊させる効果があるんだよ、自分の体をね。なんで、まあ、ところどころにあってもおかしくはないんだけど、うん、何もなかったね、今、びっくりするほど。で、あ、危ねえ、ここまだ34ステージ目でしょ？ん？ ん？ あ、これ透明ブロックだ。だから、この C ランタンブロックみたいなところに透明ブロックがあるよっていう感じだね。はい。あ、意外とむずいんだよね。え、でも、あ、すごくない？このさ、なんか、パーティクルっていうの。もう、なんか、最近追加されたやつな気がする。なんかね、やっぱ、マイクラのアップデートで、いろんなことが追加されて、おもろいね。アスレチックはそれでできることマジで増えるから。はい、35ステージ目！
待って、ガチでブロックがないそんなことあるか。ちょっと待って、じゃあこっからさカメラ撮れるかな、試してみよう。あ、撮れた。あ、やっぱ意外と遠くてもちゃんとスライムブロックって分かればスライムブロックゲットできるね。まあ、スライムブロック、鉄ブロックあんのに、見落としていた。いやでもね、今の失敗は逆にこれからの俺を強くするものだと信じてるから。え、待って、本棚とかあった気がするけどな。あ、気のせいだ。本棚じゃなくて、うわ、でもエンチャント台とかありそう、こういうところ。で、もう36ステージ目だから新しい写真が撮れるんだけど、ちょっと待って、ちょっと待って。え？あ、ここにボタンがあるのか。で、はい、開くので、いや、ないか。すぐそこにあった鉄ブロックを見落とすという失態を犯してしまった。いや、で、こういうこともあるんだよっていうことだね。まあでも今までが逆に結構順調だった気がするからね。まあでもここは俺がエンチャント台を見つけて取り戻してやる。はい、38ステージ目。いや本当にないな。こういうなんか、あ、街みたいになってるとここの中とかない？あー、ないな。なんか部屋の中とか確認したら意外とブロックあるなんてこともあると思うからね。いつもより周りを見ることが大事になってくる。え、そして、あ、この上か。はい、で、39ステージ目。待て待て待て。またしてもない。てか待って、もう39ステージ目か。だったら俺意外といい感じのペースでアスレチックできてる気がするんだよね。そして、はい、40ステージ目。いや、マジで俺見落としてそうなんだよな。うん。なんか見落としてたらめちゃくちゃコメント欄で書かれそう。ここに何のブロックありましたよって言われそうなんだけど、それはごめん。なんか俺、え、待って、写真撮れなかった。そんなことあんの。あー、だからちょっともったいなぶるのよくないな。で、41ステージ目になったんで、もうじゃあ撮ります。エンドストーン、エンドストーンなんなら3番目に高いからね。はい、じゃあエンドストーン写真撮って、はい、あ、すごい、シルカーの弾に当たって浮遊するって、マジ、え、結構なロス来たこれ。シルカー、もしもし、はい、当ててくれ、俺に、俺に弾当てて、よし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 。でも待って、浮遊の効果がね、そんなに長くない。3発目、当ててくれ。よし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 。え？あ、一回そこに、登んなきゃいけないのか。ここに乗って、いや、これ待って。え、なんか、やばい、効果が切れてしまう。いや、これ、俺、買えないか？浮遊5秒間。逆にね。あれ？ここは多分、そういう場所じゃないんだ。やばい、今ので500円が無駄になったが、どういうか、あ、こっちね。あー、ただ落ちた人を上に戻すだけのシュルカーボックスだったっぽいね。そしてここはネザーゾーン来たね。まあ、そろそろアスレチックの効果を使ってもいい頃だとは思う。例えばじゃあ跳躍力上昇2を30秒間。ほら、そうするとこういうところとか楽々飛び越えられる。あ、え、めっちゃ簡単になった。で、まあショートカットとかもできたりするのかな、こういうところとかも。はい、あ、ジャンプ力あるとやっぱアスレチックやりやすいな。いや、でも30秒って意外と短いわ。ただ44ステージ目。うわ、ダイヤブロックあったか。いや、でも、これはね、エンドストーン取っちゃったから、しゃあないな。いや、でもこれ、運だよな、結構。この先にダイヤモンドブロックがありそうだな、っていうのは。さあ、そして、ここ、あ、ネザーに入るんだ。はい、あ、ネザーアスレチック。そして、まだここも44ステージ目だ。割と前半はサクサクいけてたけど、やっぱ後半に来るにつれて、だいぶボリュームあるな。そして、またネザーゲート入って、はい。あ、ここも45ステージ目だ。あ、でも45ステージ目めっちゃ早くクリアできたわ。こう、取り戻しがつくんだな。で、あ、ここは絵の中にアスレチックが残っていると。で、ここでもう使っちゃおうかな。鉱石ブロックを光らせる。1分間500円で、ここにある鉱石ブロックが光るんだけど、まあ、全部売れるやつだね。で、これを先に光らせることによって、なんかすごいところあるんだけど。これからのステージに鉱石ブロックが使われてるのかっていうのがわかると、まあ、思って、たんだけど全然光らないね。ちょっと待って、あ、いやいや、変なとこ来た。やばい、この46ステージ目には鉱石ないか。やばい、1分間このステージだけで終わる。やっぱこういう効果ね、使うタイミングとかがすごい重要になってくるな。で、ここはこの壁登って、で、はい、この先に出たが、あ、もう49ステージ目だ。うわー、取れるやつ全然ないな。あそこ開いて、待って、あー、やっちまった。はい、これで、
どうだ？あ、50ステージ目だ。うわー、取るものなかったー。あ、しかも落ちた。なんかめっちゃ長いステージの後は、めっちゃ短いステージが続くね。うわー、だから温存しちゃったな、ちょっと。さあ、52ってことで、いや、もうじゃあ折り返し地点来たね。いやでも思ったんだけど、エンチャント本まだ一回も来てないよな。いやだから多分結構最後の方にあるのかもしれないな。え、あ、待って、これここでいいのか。いや、これ違うな、絶対に。しかも待って、あ、ここ52で、ここ53ステージ目だ。やばい、また全然ブロックがない。これあれか、花に隠れてるか。ここだろう。やべえ、全然隠れてない。あれ、アスレチックの嗅覚が、あ、こういう時に冬じゃない。2、3、2、1、いい、よいしょ。これだいぶ時間短縮になったんじゃない。で、ちょ、危ねえ。いや、54ステージ目、いや、ここ洞窟っぽいからあるで、あ、鉄ブロックだ。今ダイヤブロックに見えたけど、これ鉄ブロックだね。いや、もう鉄ブロック取っちゃおうか。はい、鉄ブロック撮影で、あー、危ない危ない危ない。これビーコン踏んでたら上に行ってたのか。ってことで、こっちか。あ、55ステージ目。あ、なんもない、よかった、先ゲットしといて。え、本当にアスレじゃないじゃん。歩いてきたけど、あ、57まで歩いてこれた。ん、あ、違う、これなんか繋がってるけど、なんかどっかがアスレチックみたいになっているはずだよな。あ、待って、これちげえわ。あー、これさらに上まで行くんだ。上を見逃してた。うわ、めっちゃ高いところまで来た。で、ここで、これ上でもステージ進んでいくのかな。はい、55度。あ、ここ55だ。あ、そうだよね。いや、じゃないと直線で進むコースみたいになってたもん。で、ここで56かな。え、この後は、あー、スライムブロックでこう跳ねて乗れ。あぶねー。いや、あー、すごい、そんな高いんだ。これもうじゃあ落ちちゃっていいのかな。あー、で、ここが58か。いや、小麦ブロックはちょ、安いので、いや、この先にかけるか。まあ300円だからね。あっぶね、こっちか。で、あ、その300円に泣いたかもしれない。あー、これが、あ、300円がじゃあもう スライムブロックで、えい。100円になっちゃった。この200円の差はでかいのかもしれない。はい、60ステージ目。はい、次は、あ、ここら辺なんかありそうな気が。何？あ、そういうやつね。うわ、石炭ブロックとかもあるけど、あ、待って待って待って。石炭ブロックは、俺、確か売れない。そっちも買え！いや、もうこれ、かますしかない。移動速度上昇。ほっ！ほっ！嘘だろ？はい、音鳴ってからでいい。おー！これが移動速度上昇。で、まだ使ってけ？はい。いや、ただ、意外、あ、これタコだ。え、すごい。ほら、これ多分吸盤とかだよね。まあ、でも、さっそうと通り去って。いや、なんかこれで、なんかダイヤモンドブロックとか使われてたら、もうちょっと見てたかもしんないね。で、64。これ、あー、いい！これあるぞ、絶対。多分。ちょっと絶対とは言えない。待って。いや、鉱石じゃダメなんだよな。いや、でもね、俺ね、これ、ダイヤモンドブロックがあると予想。なんか上に上がるブロックとしてね。いや、この先にある気がする。あったー！ほらな、なんかそんな気がしてたんだよな。で、逆に、こう、下に下がってくアスレチックは、こう、上に上がるためのブロックが必要っていうのを、こう、なんか逆手に取ったな。あ、こっちか。いい気になってたらミスったのかと思った。で、はい、65か。もう意外と結構終盤まで来てそうだな。え、これは？あ、これはソウルサンドね。いや、ソウルサンドじゃないよ。俺が欲しいのはダイヤブロックよ。これ、え？あー、上がるやつね。いや、なんで、いや、ソウルサンドか。でも、水の中だったら役割一緒だもんね。で、あ、鉄ブロック。いっちゃうか？ちょっと待って。あ、これもう鉄ブロック取っちゃおっかな。はい、これで鉄ブロック撮影と。いやー、でもなんか、まだありそうだけどね。ね、そろそろね、本当にエンチャント台とか出てきてもおかしくないと思う。トイレだ。え？あ、ちょ、トイレ中に入るんだろ、これ。あ、そうだ。あ、汚い。あ、ここ、ソウルサンドね。いや、だったらよかった。なんかダイヤモンドブロックだったら損した気になるから。で、これも一回広げて、で、この先、あ、トイレもう終わった。よいしょー。
お、なんかアスレチックで絶対しない音鳴ってるけど大丈夫か。え、これどこ行けばいいんだ。え、ここ行く、あ、ここか。お、危な。で、家の中はいろいろあるけど、あ、これ、いや、これ降りちゃダメだね。ん、あ、いや、あ、降りちゃダメだー。ほい、よし、これでこっちが、なんか爆発音の正体、いや、爆発音がするから、いや、ワンチャン TNT やるんじゃないって思うんだが、なんだこのブロック、ん、 TNT じゃないわあ、大砲が普通に石炭ブロックで表されてるんだ。これでもね、俺得意よ。はい、うん、苦手だ。はい、ぴょんぴょんぴょん、このリズム、ぴょんぴょんぴょん、ふっ、あぶねえ、どうにかなった。お、もう70ステージ目か。いや、なんか割と後半もサクサクいけてる気がする。おっと、降りたぞ。ということは、いや、でも70ステージ目だからまだダメか。いや、じゃあダイヤモンドブロックないでほしいわ自分が損することあってほしくない。あ、71ステージ目になった。これは、あ、キノコとかか。キノコはでもなかったかな。いや、でもなんかアスレチックやるとなんか懐かしい気分になる。まあね、最近から結構僕を見始めたって方は、これサバイバルしかしねえじゃんって思ってるかもしんないけど、昔はね、むしろアスレチックしかしねえじゃんって言われてたからねもうどこでもなんかサバイバルしながらもアスレチックするような男だったから。あ、これはスライムブロックだね。いや、でも昔やってたおかげでまだちょっとアスレチックできてるけど、最近さ、マジみんなすげえアスレチック上手い人たちがさ、どんどん出てきてるから、もうほんと俺レースなんてしたらめちゃくちゃ恥ずかしいことになりそうだな。え、これどっちだ、これ、こんなの入っていい、いや、これね、落ちた時に上に上がってくるようだと見た。で、いや、待って、え、気づいたら74ステージ目、やばい、終わる。え、下に降りる。で、75、ここで何か見つけたいけど、うわー、このね、意外となかったりするのも多いんだよな。なんか俺が違う話しすぎて頭から抜けちゃうカメラで撮ることを忘れちゃうんだよね。で、頼む、まだ75続いてくれ。せめてスライムブロックだけでもあってくれ。よいしょ。いや、でもね、なさそう、いや、なさ、75長いぞこのステージはまだ続いてくれる。え、待って、これどこ、あ、ここか。うわー、でもなさそう。あー、ここが金ブロックとかになってれば。おい、あー、なかった。あ、ピラミッドだ。ピラミッドはまあ俺の経験上金とかあるよね。まあもうちょっと上に上がってなかったら上から写真撮るっていう手もあるからね。いや、これね、欲張ってみても、ああ、スケルトンダメだよ、そんなことしたら。ああ、し、ひどい今日アスレチックだからモブ見なくて済むって思ったのにスケルトン出てきた。え、耐えて、あ、ダイヤブロック、え、すげえ、なんか全然気づいてなかったけど、ラッキー。はい、いー、よいしょ、オッケー。うわ、すげえ、マグマの道。いや、まあでもマグマ当たっても多分やられはしないけどね。触れたらだいぶ足は遅くなりそうだし、なんかさ、火ってさ、めちゃくちゃ邪魔じゃないサバイバルしててもアスレチックしてても思うわ。で、あ、ここはこの柵だね。で、ちょっと意味深なステージ。まあでも大体こういう絵画の後ろはアスレチックがあるっていう、まあ今までの経験だよね。さあ、そしてどんどん下って、え、これ、え、本当に一番下ったが、こん中か。あー、で、こっから上がってくるんだ。あ、300円、ついに小麦ブロックを値段で呼び始めた。こん中か。もう80ステージ突入で、トロッコ乗って、で、はい、あ、こっちか。あ、意外と早く行けた。うわー、ダイヤブロックに見えた、シーランタン。ん、あ、ないか。ん、ここなんか、いや、あるな、やっぱここか。あ、ラピスブロックってさ、そういやあったよね。1000円だ、意外と高い。いや、ちょっと、ただまあ、でもめちゃくちゃ使われてるな。もうね、最後の方になってきたじゃん、もうステージも終盤だから。ちょっと待って、
まあ、ギリズルじゃないなこれまだ81ステージ目だから、こっから次のステージ分見る。まあまあまだあるでしょう。うん、じゃあちょっと取ってこよう強気になれなかった。いや、ここで一回俺はアイテムを売るべきじゃないか。でそれで貯まった自分のお金を見てまた強くなれるかもどんな強くなり方って思うけどね。はい、これで、はい、今いくらだこちら。あ、14,800円だ。あ、結構ゲットできてる。心の余裕出てきた。で心の余裕は、あー4,000円、心の余裕がなくなった心の余裕はアスレチックのプレイスキルにもつながってくると思ってたのに、あ、やばい、あ、今乱れた一瞬にして乱れた。え、あ、あんなところにエンチャント台が。いや、ちょっと落ち着け落ち着け。いや、そういう日だってあるし、まだあるぞ。エンチャント、はい、落ちる、出る、はい、出た瞬間にもうアスレチックに集中しろ。さっきのことは考えるな。はいはい、ちょっと待って、でもさっきのエンチャントでゲットできてれば俺の所持金はもう今2万円にほぼ達してて、って、いや、あ、滑舌持ってきた。あ、待って、こんなところにもエンチャント台、ここにはもうな、あった、もうやだ、もう見たくない。なんで連続であるんだ、あそこで俺が強気な判断できてれば。はい、こうやってまたあの鋼のメンタルを作り上げていく。俺はもう動じないね。もうそんな、もう鉱石ブロックなんてもういらない。あ、あ、あれ、あ、普通にアスレチックミスった。ふっ、あ、普通にいけたわ。いや、またもう写真撮れるようになってほしい。もう次からは風波やバージョン 2.0 が見えるから、大抵の出来事じゃもう動じなくなるよ。もう今の出来事があったらね。はい、86、また写真が撮れるようになったんで変わります。いやー、でもね、まだでも終盤だからエンチャント台出てきてもおかしくないと思うけど、ちょっと思いのほか86ステージ目が一瞬だったね。ここもはしごでしょ。まあ、でも鉱石ブロックがある気配はしない。エンチャント台があるようなところはね、やっぱね、本棚が多く見られた、まあ印象にあるよねなんか言葉遣いもちょっと冷静になろうとしてる。でこういうね、たまにすごいカラフルなところがあるんだけど、まあこういうところは、あ、蜂蜜ブロックあるな。ただ今88ステージでしょ。なんと俺ここで蜂蜜ブロックに振り向かない。蜂蜜ブロックは確か1000円だった気がする。棚からボタン持ち、使い方絶対違うけど、ほらこうやって耐えることで、今のでちょっと俺さらに落ち着き持てるようになったな。で、え、なんで逆に戻ってんの、なんで87ステージに戻ってんの待って、あー落ちちゃった。いや、ダサすぎないかこれまでの俺。あー、なるほど、こっちに行っちゃってたんだ。いや、こう曲がらなきゃいけなかったんだよな。やっぱ止まることを知らないからさ。はい、もう、あ、90ステージ来たね。うわ、こういうところね、ダイヤモンドブロックとかあるよ。いや、もうかけてもいい。この90ステージ目はダイヤモンドブロックあります。はい、あ、なかったわ。危ねえ。先にゲットしといてよかった。で、あ、もう91ステージ目に入ったってことは、残り2枚しか写真が撮れない。いや、だからこそ、狙うでしょう。エンチャント台。で、あ、ここはロケットだね。まあ、まるでロケットのように。あー！なに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 ？あ、なんか、暗くなって、あ、また上来た。エンドストーンだ！待て待て待て。わー！めっちゃ鉱石ある！いや、俺はただもうエンチャント台しか見てないんで。いや、エンチャント台か、まあよくてダイヤブロックだよね。まあもう最低限ダイヤブロックってことで、もう他のブロックはもう全然もうただの普通のブロックにしか見えない。いや、すごい、なんか無重力だ。あ、でもここさっき言った上のステージよりさらに上に来てる。だから限りなく宇宙に近い場所なんだな。あ、水だ。これは水星？そしてあれは火星？いや、そんな単純なものなのか。で、スポンジブロックでしょ。で、なんだこの、やばい、ブラックホールか。
あ、帰ってきた。あー、92ステージ目に帰ってきたね。まあ、でも今みたいな誘惑の多いステージで写真を撮らなかったのは、まだまだいいブロックあると思うしな。いや、てかだって、ここもうエンドストーンだし、これ、先のステージ見たいが、もう入るか。はい。あ、94ステージ目でしょ？こう、待って、95。うわ、95！ いや、これね、何もない予感がする。なので、ここでエンドストーン撮ります。はい。ちょっと待って、これがさ、今手持ちに入ってきたんだけど、死んだクダウチワサンゴ、これはちょっとね、なしにしといて。いや、今びっくりした。普通に横から入り込んできたんだもん。さあ、これでエンドストーンゲットしたね。さあ、95ステージ目。いや、ここに、あ、でも何もないってことは、今エンドストーン取っておいてよかったんだ。ここはアスライムブロックで、はい、もう96ステージ目。え、なんか水が出たり引いたりしてるけど、あ、スライムブロックが使えるか使えないかっていう感じだ。だからちょうど水が引いたタイミングで飛ぶべき。こういう時。うん、これでいいんだ。で、これでもうじゃあ97ステージ目。え、でも今ね、俺、今何分経ったかわかんないんだよね。いや、60分以内にクリアするっていうのも大事だからね。だって好きなアイテムもらえるんだよ。うわ、エンドストーン。いや、もうね、エンドストーン取らない宣言します。エンドストーンは取りません。もう俺、エンチャント台にかけるよね、もう。え、あれ？なんだ、ここ。はい。え？関門だ。いけ！ 99 ステージ目！これあれじゃないか、あの遠くから見えためちゃくちゃ上に上がってくっていうアスレチックじゃないか。いや、でもあそこいろんな部屋があったから、いや、間違いなくエンチャント台があると思うんだけど。いや、でもすごい、こんな地下から始まるんだ。こう木に登って、で、こっちか。え、本当に合ってる。いや、でも今チラッと見えたわ。やっぱ建物がこの上にはある。そして、あ、え、うわ、絶対あるでしょ、絶対あるぞ。ここはまだ本棚とか書券台しかないが、4000円の香りするね。どうだ、雪、ちょっと、いきなり離れたわ。いや、やめてやめてやめて、またちょっと本棚みたいに出てきて。で、これは、ちょっと家を抜け出して、これでもね、落ちるとだいぶでかい。あ、でもまだまだ上にありそう。いや、ほら、いい。いや、これ絶対あるでしょ、エンチャント台なんて。もうじゃあ、俺宣言するわ。ダイヤブロックすら取らない。いや、こうやって宣言しとかないと、ブレる。絶対に。来たー！やったー！これで、はい！エンチャント台獲得！イエーイ！いや、こんなことしてる場合じゃないんだって。そう、喜ぶのは一瞬でいい。で、あそこラピスラズリもあるんだ。で、いや、でもなんかさらに誘惑が来る前でよかったね。この部屋全体がアスレチックになっているね。そして、はい、これもう屋上近いんじゃないかな。さらに、あ、いや、まだまだ意外とある。すごいな、地下にもあったけど普通に家の中にも木生えてるわ。あ、なんか気づいたらレベル100になってる。ってことはもう本当にこれがラストってことだな。お、これ外見えたぞ。はい。で、さらに外をアスレチックして、あ、これが俺が今までアスレチックしてきた奇跡だね。うわ、すげえ。いや、こう見るとなんかすごいいいなーってなるよね、アスレチック。で、あー、ダイヤブロック、ま、取らないんですけどね。で、最後、エリトラつけて、いけ！もう、あとはクリアするだけだ！で、このエリトラアスレなんだけど、これもね、ちゃんとうまくやんないと時間ロスになる。で、この洞窟をうまくやって、もうエリトラアスレって言われるぐらいだからね。もうエリトラもアスレだよね。こう、ちょっとうまくやって、水についたら多分戻されちゃうんで。やば、来たー！これで、ダイヤブロックで押し上げられて、クリアー！で、さらにここで、来たー！ジ・エンド。で、こっから、自分のタイムが出てくるぞ。どうだ？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 1時間以内に、クリアしてれば好きなアイテム一つもらえる。うわー、58分40秒やったー、ランク B。 まあ、今回ね、いろいろ写真撮ったりしてたから1時間超えちゃうかもなって思ってたけど、いや、どうにかなったな。さあ、じゃあこの先にいるエンドラに挑もうか。はい、じゃあエンドに到着したね。まあ、なんで持ってるダイヤブロック、エンドストーン、エンチャント台を売って、これで23,300円。いたた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 た、ずる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 、あぶないあぶないあぶない。じゃあまずはお金で最強のアイテムが買えるやつだね。で、これの、じゃあどうしようかな。装備で、
いやでも装備高っダイヤ剣は買おう、さすがに。チェストプレートとレギンスは大事。これ残り 16,800円だ。いやまだ意外といける。でダイヤモンド一式買って、で今回ね、このでエンドってほら柵とかがあるから、それもね壊せるようにしたいってなると、あのね弓矢が売ってないんで、エリトラとかいいんじゃない。エリトラにロケット花火、これをはい6本ぐらい買って、でそうすれば落下ダメージとかもこれで防げるからね。あと柵壊す用のダイヤのツルハシ、いやーこれダイヤじゃなくてもいいけど、まあダイヤしかないから仕方ないね。でもねまだね1万円近くあるんだよね。いや、じゃあとりあえずこれでまずエンドクリスタルを壊していこうか。はい。あ、いやちょっと待て、ちょっと今花火の50円分無駄にしちゃったけど、これねブロック持ってくの大事だわ。まあ、理由としては、はい、まず上に着地してね、ブロック置いてから壊さないと結構こう爆破ダメージ入っちゃうんだよね。まあ、でもエリトラがあればこうやって一つずつ、あ危ねえまあ簡単に壊せるからね。あ、いてて、いやでもこういう落下ダメージとかもエリトラで防げると。よっしゃ、ここ破壊したらもう柵だけだね。ちょっと待って、あと、あ危ない危ない危ない、携帯見ながらのサバイバルは危険です。ちょっと待って、やべえ、これエンダーマン見ちゃったな。ちょっと待って、あやべえ、あ5000円札で殴ってる札束で殴るってこういうことか。待って、まず、はい、あっぶねえ。ちょっとこれ食料買おう。金リンゴを、まあ、2個ぐらい買えば、はい、オッケー。あとそっか、蜂蜜とかも買えるのか。この蜂蜜も一応食料だからね。じゃあ柵も、はい、そしてここの柵でラストだな。でもうここ壊しちゃえばもうエンドラを倒すのみだね。あ、トーテムとかも一応買っとくか。なんかやられちゃったら怖いしな。さあ真ん中来たね。うん、あー危ない、エリトラがあるんで問題ない。うん、まあでも全然いけなくないな。さあこれで、いやいけ、いやまだか。これどうだ、ラスト、よーし。まあ、このね、ダイヤ装備とエリトラが変えたら、意外といけたね。ってことで、俺今、4000円余らせてたんだけど、ちょっと俺、ウォーデンに挑んでみようかな。ってことで、もう買うやつは決めてます。残り4000円で、このエンチャントされた金のリンゴを2個買います。はい。なんで、不死のトーテムと、エンチャント金リンゴと、ダイヤ装備で、これで、ウォーデンに挑んでいこうかな。いや、これマジ勝ったらすごいよ。さあ、ってことで、古代都市にやってきたね。さあ、来い。いや、俺ね、このアイテムがあるんだったらいけると思うんだよね。いや、もう先に食べるか。いや、まずは最初にちょっと叩こう。はい。いえ、強い、やっぱ。でも俺は、不死のトーテムもあるから、あ、衝撃波もう、いや、痛いんだけど、はい。あ、これね、エンチャント金リンゴ、間に合え！よし！で、一回これで実質無効化で、さらに HP も回復してて、で、これで、いや待て、回復が間に合ってないが、大丈夫、落ち着け。一回不死のトーテム発動させても OK。はい。よし！あ、暗っ！ただ、はい、叩いて、やばい！これもう、まずい！うわー！ちょっと暗すぎて全然見えん！これアスレチックしながらでもウォーデンに勝てるってことを証明したい！え、待て！あ、ってことで、アスレチックではウォーデンに勝てなかったね。